よ。眠いですね。おはようございます。コンタクトをつけます。おはよう。いや眠いよ。正味あんまり眠れんかったなんか夜普通に眠れなくて、もうなんかずっとお布団入ってたんだけど、2時間ぐらいは寝たかな。うん、2時間ぐらい寝た。うん、ちょっと私ドリンクを飲みます。どうしようかな。ちょっと作ってきていい？よいしょ。ドリンクを作ります。少々お待ちを。よいしょ。はい、美味しくないドリンクを飲む時間がやってまいりましたよ。よし、こんな色してます。いただきます。そう、毎朝飲んでる。
今日は比較的飲みやすい。なんでだ、体調かな。あーもうだって汗かいてるもん、寝るときに。そりゃあんな暑いんだからそうよね。ちょっと洗いますね。よいしょ。おはようございます。そうだからあんまり 寝れてなくて、でも今日公演があるからちょっと2時間は心もとないので、できればもうちょっと寝ようかなって思ってる。二度寝ですね。そういや、もともと普通に朝活をしようと思って、ちゃんと朝起きて過ごそうと思ったんだけど、思ってたんと眠れなかったよね夜。そうなんか冴えちゃって、だからそうわあ、ちょっと変なに二重になっちゃった。よし、騒ぎすぎて寝不足の時の名刺しますね。ほっほということで、朝でございます。おはようございます。まあさすがに眠いというかあれですね、まだ9時41分ということで、まだというかもうなのか分かんないけど、お仕事始まってるよって方多かったですね、ツイッターの返信とか。まあまだ今日は朝起きてから見れてないけど、ツイッター、ありがとうギフト、ありがとう。目薬が欲しい、しょぼします。何の話だっけ何の話してたっけ今。まだ頭が完全に起き上がってない。あ、そうだ、お仕事の方多いと思いますが、なので無音の方多いと思います。頑張ってください、お仕事。私は多分もう一度寝ますけどね。本当はそんな予定ではなかった。充実したお昼を過ごそうと思ってたんだけど、なんか夜寝れんかったんだよね。
なんかお布団に入ってるのに眠れない、目をつぶってるのに眠れないみたいな、で目が冴えちゃってみたいなね。そうそうそう。最近夢は見なくなりましたね、めっきり。なんか全然見なくなった。よいしょ、ちょっと肌寒い。冷たいドリンク飲んだからね。そうそうそう、なんですかね。まあ普通にバランスの問題、昼夜逆転的な意味で眠れないだけかもしれないんだけど、昨日は眠かったのに、ね、眠れなかったから、そう、って思ってましたね。ちょっと、あ、日曜日のあれって台風なのか、今週末か、今週末のなんか雨予報、なんかすごい激しい雨予報ってあれ台風なんですか？それは厄介ですね。マジで寝れない時とか調べ物したくなっちゃうからさ、さらにまた眠れなくなるよね。いわゆるブルーライトとかありますけど。ギフトありがとう。そうそうそう。目がしょぼしょぼするよ。あ、ギフトありがとうございます。え、調べ戻したくならない？私イラストとかさ、音楽とか漁っちゃうんだよね。そう、あ、483日ありがとうございます。鼻炎がちょっとひどいですけどね。多分朝起きたばっかりだからだと思うんですけど、そんな眠れないんだったら絵描けとけよかったって思うんだけどさ、絵描いたらさらに眠れなくなるだろうからさ、本末転倒よね。イラストマジで、ね、一生終えるの。そう、最近イラストレーターさんのね、まあ、すごい有名な方が増えたから、ほう、ほえ、本当になんかそのイラストレーターさん自体がもう絵のファンだったりするから、その方のいいね欄からやっぱさ、絵上手い人って絵上手い人が好きやん。だから絵上手い人がいいねするんだけどさ、
みんなちゃんとそのうまいよね。ちょっと鼻声がひどいな。ちょっと待ってね。鼻声がすぎる。ちょっと待って。大丈夫かな。今日公演。朝だからだと思うんだけど。よいしょ。ああ。ちょっと鼻を噛みますので一回失礼します。はい。ただいま。よし。あ、ちょっと比較的楽になったわ。よし。そう、昨日からね、ちょっとハウスダストがひどくて、部屋を掃除していたら普通にハウスダストになっちゃって、洗濯物とか回したりとかしたんだけどさ、ほこりがというか、普通になんていうの、なんかめちゃくちゃ埃じゃなくて、普通にハウスダスト、お布団をパタパタするだけで私ダメなんですよ。だからマスクをしてましたよ、一応ね。みんな今日公園来てくれるの？ありがとう。あ、私ベランダには何も干さないんです、基本的に。基本的にってか一度も干したことない、ここ来てから。うん、新潟来てから外に洗濯物とかお布団とか干したことないんです、実はね。一人暮らしだし、こう見えて女子ですし、あとはめんどくさい、外に干すのめんどくさいから、部屋干しで、ここにね、ハンガーラックというか、ニトリの壁のその上と天井と床に突っ張り棒をギュッてやって、それにシュッシュッって、なんか何ですかね、シュッってなってるやつ突っ張り棒、なんかそのね、できてるやつがねあるのよ。それです、それでこうやってやってます。乾いた、よかった。意外と便利なんですよね、こうその縦になってて、シュッシュッシュッ、あ、違う、縦になってこうなってる、縦でこうな2段ぐらいになってて、で2段のところで前に出てる、こうガチャンガチャンって出てるから、シュッ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 ってかけるやつっていうやつちょっとまくりづらい、もう調べてもらった方が多分出てくるだろうけど、意外と使いやすい。やっぱね、外はね、ま、そうそう、めんどくさいし、そう、あ、除湿機はね、あんまり除湿機と空気清浄機は持ってないんですよ。かあとあれは持ってる、なんだっけ、浄水機、じゃ浄水機じゃないか、なんだあれ、なんだあれ加湿器はあるのよ、加湿器だよねあれ、そう、加湿器はあって、だけど除湿機と空気清浄機はなくて、でも空気清浄機欲しいなって思ったんだよね。そう、だからなんか埃がさ、除湿はエアコンがしてくれるかな、比較的。なんかでもやっぱ便利らしいけどね、梅雨の時期とか。まあまあもういいかな、むしろその私としては喉はやっぱ加湿してた方がいいからね。
そう、カビさえ生えなければ別に加湿しといて問題ないんでカビがちょっと生えてきたらあどうしようかなってなるけど、それは今んとこね別に私の家でも大丈夫なので、うん、そうそうそう、劇場に、劇場の楽屋にはね空気清浄機はあったと思う、加湿器もあったんじゃないかな空気清浄機欲しいよね、わかる、よいしょ、ちょ水飲みたい、あたたた、もう8月4日か、早いわね、早いわね早いわ、もう多分すぐ8月終わるわ、もうダメだ、何も追いつかん、あーそういえばね NGT48 ティフにね出演させていただけることになりましたね、ありがとうございます、まだ詳細は分かんないんですけど誰が出るのかとか、嬉しいですね、クラクラも出演させていただけるみたいで、ちゃんとクラウディを別グループとして扱ってるんだよなリカさんが有言実行されてる、リカさんというか、なんて言うんだろう、リカさんが言ってることをちゃんとみんなが理解した上で運営してくれてるね、ね、私も出られたらいいなと思うんですけど、まだそれはなんとも、いや、わかる、野田で出たいよね、野田ダイヤモンズもなんかそういうの、それこそアットジャムとかも出たかったまあなかなか人数が多いですからね、9人だからなかなか揃わないと思うし、全国各地っていうのがあってやっぱね、そもそも行くまでのハードルが高かったりするので、なかなか難しいのかなと思ったりもするんですけど、ぜひまた、ぜひ、ねえ、始まりの歌の LINE ミュージックの映像が、あのキングレコーズさんの。公式チャンネルの方に上がってましたね、4日前ぐらいに見てくれましたかね、私最初あれ聞いた時にあれこれ生歌って思っちゃったもんCD 音源じゃなくてって思って、止まらないのところね、うまいと思ってましたね、客観的に、そうそうそう、すごいよね、本当に、あ、歌はもっと上手になりたいのよ、だから今なんだろう、私が歌えない技法というかさ、なんかどうしたらもっと上手になるかっていうのをめちゃくちゃ考えたりするんですよ、本当にこれマジで、あのなんか形はどうであれ一日中、ほぼ一日中ね音楽のこと考えてるんですよね、なかなか自分でもあそんなに好きなのかな音楽って思ったりするんですけど、
好きらしいですね。本当になんか一日中どんな形、どこからの、どこからのなんていうのかな、アプローチなのかはものによるんだけど、ずっと音楽のことを考えてて、普通に純粋に私が歌ってそれをもっと上手くなるのはどうしたらいいのかっていう考え方だったりとか、音楽鑑賞、音楽鑑賞でこの音楽の良さだ、本日のお歌とか書いてる時はそうだし、あとイラストから音楽を考えることもあるのよ。音楽を表すのがイラストだったり、イラストを表すのが音楽だったりとかとかね。そうマジでずっとなんか本当に歌、音楽、音楽のことを最近ずっと考えてますね。そうプロセカからのアプローチもそうで、音ゲー自体が、まあ音ゲーは本当に面白いですけど、音ゲーっていうだけじゃなくて、なんだろう、まあ音楽のあり方みたいなのもちゃんと勉強できるというか、そもそも音楽がいいと、歌がいいというのと、キャラクターたちが音楽を愛しているからね。そう、なんかそっか、なんか私そんなになんていうのかな、音楽が一番好きかって言われたらなんていうんだろう、そこまで自信持ってなかったんだけど、そうなのかもしれないと思いましたね。なんかこれ前にもちょっと言ったけど、真面目な話の時にそう歌唱力決定戦を経て、私が音楽が一番好きなんだって実感したって言ったけど、本当にその通りで、なんか今まではなんか何でもやりたいというか、そうそうそう、もちろん歌うのも好きだけど、演じるのも好きだし、演じるのも好きだし、ちょっと他は思いつかないわなんか演じるのも好きだし、まあ、まあまあまあ強いて踊ることも好きだし、なんか写真撮られることとか撮ることも好きなんだけど、なんか何でも好きだなっていうのがあったんだけど、そう歌唱力決定戦を経てやっぱり歌が一番好きなんかなって思ったりしたね。まあてか歌がそもそも演技だと思ってるから、演技っていうとちょっと聞こえが悪く感じる、歌が物語だと思ってるから私としてはね。そうそうそう、ね、だからなんだろう、難しいよね難しいけど、でもなんか結局全部複合してるのかなと思ったりもするわけ、どんなこともね。そう演技っていうと聞こえ悪いけど、なんかねちょっとなんかこう人をなんかなんだ違うものを演じるみたいな感じで、ただまあその歌って本当に物語だなって思うのがさ、そのもちろん私がまあいわゆる得意ジャンルとするミュージカルソングっていうのはまあ分かりやすく物語じゃないですか。セリフ調とか生まれて初めてとか本当にそうなんだけど、セリフ調で感情があっちゃこっちゃ行ったりジェットコースターだけど、一般的な歌っていうのも本当に物語性があって、なんか最近はその音楽の構成として、曲の構成パートっていうのでよく音楽を聴くんだけどさ、だいたいイントロがあって A メロ B メロサビ、2番 A メロ B メロサビ、間奏ダーメロ落ちサビラスサビアウトロっていう感じで、まあ一般的なやつ、まあそれにバースがついたり、バースっていうか歌い出しの楽曲がついたりとか、ラストだけ
なんか歌がちょっとついたりとかいろいろあるんだけど、なんかもう そのあのね、なんていうのかな、歌詞こう音楽にただ歌詞がついてる、歌詞にただメロディーがついてるとかじゃなくて、その歌詞を表現するための音楽の表現の仕方っていうのがね、こうビビビってくる曲って本当に来るんよね。すごいなと思って、なんかうわーってど好きな曲、好きな曲と情景が浮かんでくる曲が好きだったりするの難しいな、私どういう曲が好きなんだろう。まず一つ目としてめちゃくちゃ元気が出る曲、本当に底なしに明るい曲、なんかもうバカみたいに明るい曲はすごく好きですね。で、次はまあっていう曲が一つと、2曲目としては、2曲目というか私の好きな、こうなんていうのかな、条件じゃないけど、こういう曲は好きだなって思うのは、めちゃくちゃエモい曲、エモーショナルな曲、なんかもう鳥肌立つ系の曲、はーってなる感じの曲。そう、それはどういう楽曲かっていうと、まあ、歌詞とかが感動するっていうのもそうなんだけど、だいたい転調が神だいたい転調が神で、あとサビの盛り上がりがよし、転調がそのすごいエモい転調をする曲とかはやっぱすごく好きですね。あとは、あとは、まあ、なんかいろいろあるんだけど、歌うのが楽しい曲とか、なんかこう普通になんていうのかな、かっこいい曲とかかわいい曲とか、バババ、あとはなんだろうな、なんかまあそういうのも好きなんだけど。最近だとその音楽の構成が神だなって思う曲とかも好きだな。あとはなんかサウンド、ギターサウンド、ベースサウンドとか、そうそうそう、なんかあここにここ入れるのめっちゃいいとか、最近だとロミオとシンデレラとかは、最近の曲ではないんだけど、その最近改めて良さに気づいたのはロミオとシンデレラみたいな、こうバンドサウンドの基礎プラス装飾、なんかすごくシンプルな作りではあるんだけど、めちゃくちゃなんかなんていうかな、聞けば聞くほどいいみたいな、ギュイーンってでででででででっていう感じのねとかエモい曲だったら地球最後の告白を、なんかもうなんかもうなんていうのかな、底なしに明るい曲だと、なんだろうな、底なしに明るい曲、底なしに明るい曲、なんだろう、 NGT だと心に太陽みたいな曲がすごく好き。あとはなんだろうな、歌詞に感動することももちろんありますね。結構ボカロで私好きなのは初音ミクちゃんの視点の曲がすごく好きで、例えばグリーンライツセレナーデとか、愛されなくても君がいるとか、あとなんだっけ、英語は分かんない、オッズエンドみたいなやつ、スーパーセルさんの曲なんだけどとか、なんかみくちゃん視点のエモい曲結構好きなんですよね、あれそう、歌詞とかだとね感動するし、あとは共感する曲、あとは共感する曲が本当に好き。最近だと限りなく灰色へとか、共感、そうだね、とか、なんだろう、あと
うん、とかねとかねそうだからなんか好きな曲どういう曲ですかって言われたらもうなんかいろんなものが出てくるんだけど、まあそういった感じですかね。昭和歌謡あんまり聞かないんだよね、もうなんかうん、あまりにも曲は多すぎる。だから本当に何だろう、有名な楽曲ぐらいしかわからない。そう、私は平成14年生まれなので多分ね、改めて聞くとさっきじゃんって思うかもしれないんだけど、みんなからすると平成14年生まれだからあまりにもね世代が結構違くて、そうそうそう、実はだからそう、あそう、オッツエンズ、そう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 、その曲めっちゃいいですよ、うん、まあ、スーパーセルさんの曲は全部エモい、メルトとかワールドイズマイン、ブラックロックシューターとか全部エモいんだけど、君の知らない物語とかもね、ボカロじゃないけどそうだからさ、昭和歌謡は本当にだから有名な楽曲しか存じ上げない。うん、まあでも昔からこう語り継がれる出る曲はたくさんありますからね、昭和歌謡洋楽はね、うーん、全く聞かないわけじゃないけど、まあ私が何分日本人なので、まあなんだろう、あんまり聞かない。あとK-POP マジで聞かないわけじゃないな、そんなに聞いてない K-POP は。なんかめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか、韓国 K-POP 韓流アイドル、めっちゃ流行ってるけど、めっちゃ流行ってるけどあんまり聞かない。なんかすごく流行ってるすごく流行ってる曲ぐらいしか知らないというか、そうだから本当にね、なんだろう、20の Make you happy とか、歌えないことはないと思うんだよね。そう、別に英語の楽曲でも歌えないことはないんだけど、それこそさ、バッドガイズ、めっちゃベースのやつね、めっちゃベース聞いてるやつ、そうそうそう、とか、まあそれはね全然聞いたことあるしめっちゃ好きなんだけど、まあとかもうほんとなんか有名な曲、うん、洋楽ってどこからどこまでが洋楽って言われて分かんないけど、それこそそのディズニー映画の挿入歌とかはすごい好きだから、まあ大体日本語版が好きなんだけどね、私は日本人だから英語が分かん、なんか英語が完全に分かんないからあーってわけじゃなくて、普通に日本語の方、日本語が好きなんよな、日本語の歌、日本、うん、なんていうのかな、日本語の言葉の柔らかい響きとかがすごい好きだから、うん、英語ももちろんかっこいいんだけどね。そう、なんかその日本語と英語と、なんだろうな、アレンジによってこっちの歌詞の方が、英語歌詞の方が
いいなっていう曲もあるし、日本語歌詞の方がいいなっていう曲もあったりするじゃないですか。そう、結構あるのよ多分。その挿入歌、ディズニー映画とかの、そう、どっちも用意されるタイプの。なんかだからすごいよね。そのなんかもう翻訳者さん、翻訳者とか訳詞の方の腕にもよるというかさ、センスにもよるんだけど、アナ雪のレディゴー、レッドイットゴーをさ、あのサビでさ、レディゴーって言うじゃないですか。あれをありのままの姿見せるのよって訳すのめっちゃセンスよくないですか。レッドイットゴーに関してはだって多分そんな意味はないじゃない、なんかそのままで行こうみたいなさ、多分そういう意味だと思うんだけどさ、それをありのままでって略すのめっちゃセンス良くないですか。なんかそれはやっぱり世界中から反響を得てましたよね、すげーっつって。なんかまあ私めちゃくちゃアナ雪好きだからさ、よく覚えてるんだけど、こう世界中のレッドイットゴーを歌い継いでいくっていうトラックがあるんだけど、そう一番のさサビを松たか子さんのレッドイットゴーだったんだよね。それでこの日本人の声上手みたいな感じでバズってたというか、なんかそうすごい賞賛受けててね。あの曲は難しいですよね、レッドイットゴー。そう高いというかね、あの曲を聴かせられる歌にするのなかなか難しいと思いますけどね。えいやだからその訳詞はとても素敵だなって思った。うん、なんか多分他にも調べればこの訳詞いいなっていうのは結構あるよね。うん、さっきコメントにもあったけど、そう最近YOASOBI、夜にかけるのYOASOBIさんがあの日本語歌詞を英語歌詞に直して翻訳して英語バージョンとして、イングリッシュバージョンとして歌を投稿してるんだよ。そう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 、それがねすごいんですよね。またなんか歌詞の意味というよりかはその言葉遊びがすごくて、日本語に聞こえるような訳し方なんですよね。そうそうそう、意味を崩さずに、なんかなんだっけな、分かりやすいのなんだっけな、そう最初その夜にかけるの沈むようにがさ、沈むがマジで英語なんだけど英語じゃなくて日本語にしか聞こえないみたいな、あれ本当にすごいなって思ってね。でしかもそのそれがそのあの英語歌詞を歌えるいくらさんがすごいんだけど、いくらさんもすごい翻訳もすごいんだけど、それを英語でちゃんとかっこよく歌えるいくらさんもすごい。うーん、そう多分夜にかけると三原色と怪物が出てる。まあどれもちょうど私その辺の曲好きなんだけど、なんか他にもねいろいろあるじゃないですか、YOASOBIの曲。なんか結局その3曲好きなんよね、夜にかけると、ちょっと待って、怪物と三原色が好き。うん、コード進行とかを私がもうちょっと詳しかったらもっと楽しめる、正直YOASOBIさんの曲は。丸の内サディスティックって椎名林檎さんの楽曲なんですけど、あのコードなんですよね。しかしててれてつててれれ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 れ
そうなんかね、そういうコードがあるの。ちょっと一音じゃないから。じゃん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 みたいな、そのコード、いわゆる和音ですね。和音の進行が、そう、丸の内サディスティックで有名になったおしゃれなコード進行があって、それをいろんなところ使ってるんですよね。うっせぇわもそうだし、確か夜にかけるもそうだし、他にもいっぱいあった気がするんだけど、それがね結局めっちゃいいっていう話ですよ。まじ難しい話ですけど、だから本当は私もあのコード進行とかね勉強できたらいいんですけど、そう、私が何より楽器の楽器に関する知識がゼロすぎて、作詞作曲とかしてみたいなって思っても、作曲するなんていうのかな、作曲する力がない。うん、作曲する力というか、絶対になんか倍の時間がかかってしまう。だから本当は勉強した方がいい。なんかいろんな音楽を聴いてね、そう、なんかだいたいこういうところはこういう使い方でとかさ、そう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 、初見さん、はじめまして。肌綺麗すぎます。ありがとうございます。お肌はね、お肌はね、やっぱりなかなか治安が悪くなる時もありますけど、根気よい手入れが大切ですよね。いやだからね、作詞作曲できるようになりたいけど、まだ先かな。音楽知識がないと多分ね、すごく平凡な楽曲になっちゃうと思う。ちょっと今ちょっと前髪が長いし汗かいてるから、ちょっといつなんか昔の前髪みたいな感じになってるけど。ね。あと私がね、好きだなって思うのはブレイクがね好きなんですよね。あの音楽でシュッて止まるところ、なんかリズムだったりとか歌だけとか、いろんな楽曲に多用されてるんだけど、いやあれマジでいい。あれがあることによって曲のかっこよさっていうのは段違いですね。だから給付が好き。なんなら給付好き。音の休む場所が好き。すごく好き。なんかいろんな曲に本当に使われてる。だからあのファーストラビットのさ、あの傷つくこととかのところでさ、言ったことあるじゃないですか、ここっつって。あれもそうなんだけど、マジでなんかいろんなとこ、本当にいろんなところにいっぱい使われてるんだけど、ブレイクマジでいい。ブレイクと転調と楽器ソロマジでいいですよね。ギターソロとかベースソロとかドラムソロとか、なんか一箇所のソロ、一箇所楽器が目立つところ、一個の楽器が目立つところとか、やっぱこうポイントポイントになって、ここなんていうのかな、アクセントになるんですよね。いいよね。まああと歌い方とかだと、最近は、まあ、よく聞くのはエッジボイス。ああってやつなんですけど、まああんまりアイドル楽曲だと聞かないけど、いいよね。まああとフォールとか、なんかなんだろう、曲に抑揚を持たせるための歌い方とか、語尾にね、語尾にちょっと息を混ぜるとか、
勉強なんだろうなって思いながら普通に一視聴者としていろんな音楽を聴いてますけど、結局私は何を歌えばいいんだろうとは思ったりしますけどね。そんな感じ。よし、もうすぐ1時間なので今日は終わりにするか。ビダコンも勉強したの？そうだよ。なんかね、丁寧に聞こえる。そのそれこそ野田ダイヤモンドの活動も含めてなんだけど、美濁音って確かによく聞く言葉だけど、どういうものなんだろうと思って。そう勉強、軽い私が調べただけだけど、丁寧に聞こえるからいいよね。ありがとうございました。ギフトとかコメントとかありがとう。よし、マックス時ね、ほんといい曲よな。壇上読みます。13位トシさん、12位サバサンドさん、11位箱押しさん、10位ヒロシさん、9位トールさん、8位おーちゃんさん、7位タカさん、6位こたつ猫さん、5位ケイさん、4位ふさくさん、3位ゆかわしじいさん、2位 MS さん、1位ベロさん、ありがとうございます。ということで今日はね、夕方6時から、ちょっと失礼、あばばば今日は夕方6時から公演もありますので、私は楽屋で一人でございますけれども、はい、楽しんでいこうと思います。まみめもね、よろしくお願いします。ぜひ見てください。それでは皆さん、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ頑張っていきましょう。それでは皆さん、またあとってバイバーイ。